天下無双の剣聖として名高い宮本武蔵、幾度もの勝負の末諸国をさすらい、諸芸に触れさらなる鍛錬の末、ついには悟りの境地を開いたのです。二天一流は武蔵が最晩年に完成させた兵法であり、その伝書となる五輪の書はここ霊岩堂でしたためられました。二天一流と合し、数年鍛錬のこと、初めて書物に表さんと思う。時、寛永20年10月上旬の頃、九州肥後の地、岩戸山に登り、天を拝し、観音を礼し、仏前に向かい、神面武蔵の神、藤原の原神、年積もって60。この兵法の書、五感に浸つること5つの道を分かち、一巻にして、その理を知らしめんがために、地水火風空として五感に書き表すなり。巌流島の決闘で初めて武蔵の兵法を目にした若き大名、細川忠俊公、佐々木小次郎もまた小倉時代の細川藩に仕えていました。決闘に勝利した武蔵は藩に召し抱えられず、いかなる日々を送ったのでしょうか。細川家はその後、熊本城主となって九州の要衝を治めることとなります。そして武蔵と小次郎の決闘から27年も経った後、忠俊公は武蔵を兵法指南役として熊本城内に迎えることとなるのです。甲斐の木刀、これは決闘直前に漁師から小舟を操る貝をもらい受け、武蔵自らが削り出したとの逸話は有名です。塚頭付近にある穴、これは紐通しの穴で、戦いの最中手から木刀が落ちてもすぐに復位させるためのものだと伝わっています。武蔵の剣の技に加え、政治指南役の才能を認めた忠俊公、客分となった武蔵は主君の求めで兵法35か条をしたためることになります。自らも将軍家の御流儀、柳生新陰流の免許改伝を許されていた忠俊公は、二刀を操る武蔵の技を目にし、思わず自ら木刀を取り武蔵に立ち会ったという伝承が残されています。武蔵こそは波の芸能の師にてはこれなく、
当時第一党の聡明にて叱ればただとしこう、その器量を重んじなされ、うちにご政道の相談相手にも召し置かれ、たびたびお召し上がり、なかなかのご友情、親密の風に推察つかまつり候。武蔵の兵法を理解し、後世に残そうとされた忠利公。しかし、武蔵がおそばに仕えられたのもわずか7ヶ月。忠利公は逝去されます。葬儀が済み、岩戸山の霊岩堂にこもった武蔵は、五輪の書の執筆のため、最後の命の灯火を燃やすこととなります。
門外不出とされた武蔵の剣は今もなお熊本の地において脈々と継承されています。五輪の書は秘伝や奥義を記した経典ではなく、初めて剣を持つ人でも読めるように書かれた開かれた教本なのです。敵の強弱手立てを知り、万人に勝つところを極め、この道の達者となり、我が兵法の直道、世界において誰か縁、またいずれか極め。武蔵が熊本を訪れたのは57歳の時です。細川藩初代藩主忠利公に客分として迎えられました。以後約5年間晩年を熊本で過ごしました。五輪の書、独行道、兵法35箇条を表したほか、水墨画、書画、彫刻などにも優れた作品を残しています。武蔵は西暦1643年、60歳の時に霊岩堂にこもり、五輪の書を表しています。死の間際まで筆を取り続けた執念の書と言われています。もともとは細川家の依頼で書き始めたとも言われますが、晩年になり、自分の至った境地や生涯をかけて築き上げたものを後世に残し、伝えたいという心境によって書き始めたものではないでしょうか。熊本には武蔵ゆかりの土地や武蔵の書いた書や絵画なども残されています。多くの方々に熊本にお越しいただき、武蔵ゆかりの場所やもの、武蔵が過ごした熊本の風景に触れることで、武蔵が晩年に至った心境に思いを馳せていただければと思います。県では地域資源を生かして交流人口を拡大させる取り組みについて、地域づくり夢チャレンジ推進事業で支援しています。武蔵関連では、これまで熊本のゆかりの地に関する情報発信や武蔵の歩いた道をめぐる散策ルート開発などの取り組みについて支援を行いました。このような取り組みが実を結び、熊本を訪れる方がますます増えていくことを期待しています。これからも剣豪武蔵が過ごした熊本としてしっかり情報発信を行ってまいります。宮本武蔵さんがですね、このお寺に来られた時代というのは、お寺がもうすでに、南北朝の頃からあるお寺で、細川藩の家老のですね、沢村大学という方がここに
非常に熱心に思いされよったということなんです。まあそういうことで、その沢村大学という方がこの場所をですね、推薦されて、そして武蔵さんも非常にこの場所が、まあ聞く人によりますと、その生まれた場所に似ていると、そういうことでこの場所が非常に気に入られたというふうにお聞きしております。馬頭観音さんというのは、まあ、お観音様にもいろいろおられますけども、馬頭観音さん、まあ、名前の通り頭の上に馬の頭が乗っているお観音さんであります。でこのお観音さんというのは人々の願いをですね、天馬を飛んで叶えてあげるというふうに非常に、珍しいと言いますか、普通のお観音さんよりはちょっと活動的なお観音さんで、昔から非常に、強い観音様ということで信仰があったようですね。今この書を作るといえども、仏法自教の古号も枯らす、軍旗軍法の古き古道も用いず、この一流の見立て、誠の心を表すこと、天道と完全を鏡として、10月10日の夜、虎の一点に筆を取って書き始めるものなり、もののふは兵法の道を確かに覚え、その他武芸をよく務め、もののふの行う道少しも暗かず、心の迷うところなく、長々時々に怠らず、真意二つの心を磨き、関見二つの目を研ぎ、少しも曇りなく、迷いの雲の晴れたるところこそ、誠の空と知るべきなり。珍しく鎧武者の武蔵、今もその厳しい眼差しで日本の行く末を見守っています。その武蔵の遺言とは、我が君二代に仕え、その恩寵は被むるに深し、願わくば施むあとも、大主が江戸参勤の節には御行列を地下に配し、御分を守らんと思うなれ、それゆえ我が以外は街道の王冠に向けて葬るべし、甲冑を着せよ。主君に仕え熊本を愛し、藩士の鍛錬を通して国づくりに貢献し、自らの天地を治めようとした剣豪宮本武蔵、五輪の書の地の巻には次のように兵法の果たすべき目的を明確に教えています。立派な人物を部下に持つことに成功し、多くの部隊を自在に指揮し、我が身を正しく律し、国をよく治め、民をよく養い、天下の秩序を立派に保つことができる。そしてどのような道においても人に負けないことを知り、我が身を助け、名を成すことこそが兵法の道なのである。武蔵によって掘られたとされる階段の跡、一歩そしてまた一歩、空の巻の空とは、研鑽の末に到達した天の岩戸から仰ぐ二つ目の天、迷いの雲の晴れた不動の世界のことである。五輪の書は技と精神の伝承を重んじる日本文化の象徴であり、世代を超えた実践の哲学、自らを世界の中に発見してゆき、影響を与えてゆく救世の書といえましょう。
これが今まさしく未来からまた世界から求められているのです。天を仰げば実相円満、標方を逝去して絶えず。